今日も始まりました。マリ社長の華麗なるカレーナイト。いや今日寒いですね。いきなりまたもう寒い。さあ今日もね、今日7回目です。はい、結構もう何回もやってきましたね。私このままいい感じで続けられるといいんですけどでまずですね、こちらトレイルフレッシュね、トレイルフレッシュ毎回説明してますけども、これ一応ちょっと説明義務付けられてるんで、イオンとオゾンのパワーで脱臭除菌しております。このスタジオはちゃんとコロナ対策をしておりますので万全です。はい、いや今日ね、特に本当に何をオープニング自体何を喋るかも何にも考えずに毎回なんですけどね、なのでね、もうさっさと今日はね1分経ってないんじゃないのっていう、ね、ゲスト呼ぼうかなみたいな。いいでしょ、いいよね。もうだって呼んだ方が会話が盛り上がるので、私ここで一人でこう何をトークする、カレー今日も作ってきましたみたいなっていうノリになっちゃうんでもういいよ、なんだ今日のこのテンション。私ちょっとなんかおかしいな、寒いからかな疲れてるわけじゃないですよ。はい、じゃあもう呼びます。今日のゲストは誰だっけ待ってたよダメだ、なんか今日もう2人のゲストさんに助けてもらえるの今日私ダメかもしれないのでもう呼びますねはい、じゃあ今日のゲスト小石田純一さんとおしんこ君藤原さんです。早速どうぞ。どうもどうも、よろしくお願いします。トレンディー、ありがとうございます。ありがとうございます。超早いです今日。あ、そうなんですか。そうなんです。過去最速のゲスト呼び込みです。はい、まあ、一応その事前に伺ってた時には、はい、5分ぐらいしたなって話だったんですけどね。そうなんです、うん、はい、そういつもね3分以内では呼ぶっていうなんかなって、はい、もう今日はまだ2分も経ってない、はい、早いですね。早いですね。なかなかのスピードで、はい、そうなんですよ、はい、なので今日はちょっと2人に喋ってもらおう。はい、どんなほったらかしにします。すごいですね。すごはあ、自己紹介ちゃんとしときますか。そうですかね、はい、よろしくお願いします。どうも皆さんごきげんよう。恋って儚いもの、のんのんのん、儚いのは靴下だけ。どうも小さな石田純一、小石田純一です。よろしくお願いします。トレンディ素晴らしい、ありがとうございます。靴下履いてないの見せてもらっていいですか。いいですか。そうあ、履いてないですね。しっかりしっかり履いてない。しっかり履いてないです。完璧ですね。完璧ですよ。はい、ちょっとね、机にゴンってテープ使ったりしました。そうです。結構な狭いところからお送りしてるんでね。はい、私これね、このちょっといいですか？このピンクの、はい、これなんていうの？セーター。セーター。はい。あ、テレビで見たらもうちょっと、うん、もうちょっと明るいっていうか薄いピンクなのかな。意外と濃いんですね。これでなんでこの色選んだんですか？急にファッションチェックですか、はい、ファッションチェック入りましたね。まあ、僕この衣装結構もう5着ぐらいあって、同じの、いや結構濃淡が違うので、はい、濃い薄い、濃い薄い、はい、濃淡の意味が分かんなかった、はい、濃い薄いで分けてまして、はい、はいはい、でその時気分でこれが一番濃い感じかもしれない。濃いですよね、はい、今日特に濃いめできた、濃いめの、濃いめだ純一、なるほどね、濃いめだ純一、なるほどってなんだなるほどと言いなさい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます、はい、どうも、俳優の加藤諒のそっくりさんをやらせてもらってます。おしんこ級藤原と申します。よろしくお願いします。おしんこ級藤原、あ、すごい似てるわ。あ、嬉しい、ありがとうございます。似てますよね、やっぱり。本当ですかね。眉毛は、はい、あ、これ何で描いてるんですか。あ、やっぱり描いてる前提なんですかはい、そう、ちょっとね、なんか女の人がアイラインを引くような、うん、そのやつで眉毛をちょっと描いてもらって。え、普通にアイライン、すごい暗くないですか、はい、あ、そうです、ちょっと濃いめに、小石さんのそのセーターと一緒に濃いめに塗らせていただきましたけども。はい、眉毛がね、はい、ポイントだったりしますもんね。そうなんです、自分の眉毛も太さ自体はこんぐらいあって、うん、あれなんですけど、やっぱ加藤諒さんもとにかく濃いんで、ちょっと僕は濃いめに塗らせていただいて、ね、こうやってやらせていただいてます。一番の決め顔くださいよ。どの角度が似てるか、はい、いきます。はい、あ、似てるかも、本当です
ってあります？いやこれめちゃくちゃやるんですよ。えへーその前に何やってんの？これえあ こういうじゃなくてで何って言ってて、なんか、本当ですか？それはわかる。あええこれこれ熊田正史さんじゃないですか？熊田正史さんじゃないですか？みたいな。確かにこれはちょっと僕のオリジナルが入ってるかもしれない。入っちゃってるんですね。はい、それも熊田正史さんのみたいになってますけど。はいはいはい。はい、でもね驚いた時こんな感じになるんでね。はい、やらしてます。髪型作るのにどのぐらいかかるんですか？あこれ僕ですね、僕は天然パーマなんですけど、あの何もしてないとくしゃくしゃになっちゃうんですね。はい、なのであのロールブラシとドライヤーで、しっかりセットして、30分ぐらい30分、はい、かかる、かけてここにやってまいりました。本当に、小石田さんそのセットはどのぐらいかかるんですか？1分早いな。こうやって早っ3かきぐらいでいきます。3か、何もつけずに、うん、何もでもワックスで一応 ねやってますけど。いやでも本当小石田さんも本当に石田純一さんにそっくりですよね。いやもうそう、いやもうこれ似てますよね。でも最近は石田純一さんって言われるよりも、うん、かまいたちの山内さんって言われることがめっちゃ多いです。僕はめちゃくちゃ似てる、はい、あの山内さん本人もね、その小石田純一に似てるみたいな話を、はい、僕、はい、ちょっと自慢していいですか？ああもうぜひぜひ。僕モノマネグランプリっていう番組に出さ何回か出させてもらってるんですけど、はい、僕普通みんなモノマネ芸人だから、はい、モノマネする側のオファーだと思うじゃないですか、はい、その時かまいたちの山内さんが、はい、小石田純一の真似をするので僕がご本人として登場したんですよ。はぁすごくない？すごい日本一盛り上がらないご本人登場になって何こいつって、はい、ただここでは今盛り上がりました。ありがたいですね、うん、ありがたい。モノマネをする人のモノマネをする人っていうことですか？そうです。だからもう複雑な、なかなかいないですよね。はい、初と言っていいんじゃないかぐらいのね、初のでやったネタが僕が横に寝そべって、はい、その上に山内さんが寝て、はい、山内さんが上半身を起こして幽体離脱っていうもうカオス、はい、カオス、完全にザタッチさんのテイストが、誰が誰の問題してるかさっぱりわからないのゴールデンタイムで流しましたからね。聞いてください、この間ね、はい、じゃあその今回の、はい、今日のゲストさんっていうことの打ち合わせで、はい、小石田さんと LINE してたんですよ。それで LINE ちょうど終わったと思ってテレビパッて見たら小石田さん出てるんですよ。あらららら。でそれで、はい、それが幽体離脱してたの。まさにそれ、まさにそれの、はい、小石田さん横になって下に寝たって床に寝てて、はい、でなんか幽体離脱とか言って、はい、もうなんじゃこりゃって思った。そうそうこんなことをやった最近それが流れた感想周辺で流れてる。あー素晴らしい、ね、そうそうそう。でも藤原くんもね、あモノマネ番組出てたことあるんですよね。僕もフジテレビさんのモノマネ紅白歌合戦の方に出させていただきまして、そっくりさんコーナーに僕出させていただいたんですね。であのご本人があのもうあの採点コーナーじゃないや、あの審査員の席にいて、もうわざわざ降りてきていただいて、うん、2人隣並べてもらったんですね。で似てる似てるって言っていただいて、であの一応10秒間耐えれたらあの金一封みたいな、耐えれたって言い方やばそう金一封もらえるんですけど、それもいただいて、で、あの加藤亮さんが隣にこういる状態で、加藤亮さんが耳元で、はい、これもちょっと自慢になっちゃうんですけど、うん、耳元でこうボソッと、うん、あのいつもツイッター見てます、ありがとうございますってすごいご本人から言っていただいて、すごい、うん、すげー、うわ嬉しいってなって、ね、であのツイッターのねからも連絡させていただいて、ありがとうございました、はい、これからもよろしくお願いします、はいっつって言われたんですけど、うん、あの一向にフォローはしてくれないんです。見てないんじゃないの？見てない可能性も、はい、ちょっとあると思ったんですけど、はい、で僕あのツイッターに400枚ぐらい加藤亮さんのモノマネ者が写真を撮ったりしてたんですけど、そこに時々いいねがついたりするんですよ。あだから一応見てはいただいてるんだなと。ただその見ていただいてるやつがいいね、一番最後にいいねされたやつが、あの僕がセガサターンのゲームギアっていう、はいはい、あの昔あったこの手持ちのゲーム、あれを、久々にやってみたいな、みんな持ってるよね、持ってるよねみたいなツイートをしたんですね、はいはいはい、でバイビルビーってあの加藤さんのブログで最後に言うバイビルビーってのを書いて言ったら、それにだけいいねがついてたんですよ、加藤亮さんから。だから加藤亮さんはセガのゲームが大好きなんだっていう情報がだけでも覚えて帰ってください。どこで役に立つんだ、それ。そうなんか、あセガ好きなんだと思って、はい、でもそれって多分ハッシュタグつけて、ハッシュタグつけてあの加藤亮さんの亮くん、亮くん発見っていうのでやってたんで、そのハッシュタグ亮くん発見で検索すると400件ぐらい出てきますね。あそれで、はい、加藤亮さんエゴサしたんですかね。あそれで見てくれたんですか。エゴサされてるだけじゃないですか。あだけってなんすか。ちょっとたまたま引っかかったみたいな言い方。そうそうそうでしょ。え
そうなんですか、そうなんですか、りょうさん、ね、ちょっとね、はい、ちょっと自慢にはなりきれなかったかな。でもいいねもらったら嬉しいです。いや、そう、相当嬉しいです、ご本人から。はい、嬉しいです、ね。まあ、確かにそれを言い出すと、その加藤亮さんは、うん、あの他のコメントされてるいろんな人にもいいねはされるんで、うん、その中のうちの一人だと言われたら確かに、まあ、何も言えないですけど、でも嬉しいです、やっぱりご本人から関わりがあるっていうのは、うん、僕は今年、はい、石田純一さんから、はい、ツイッターフォローされました。おお、素晴らしい、これ、いや、トレンディこれは素晴らしいですよね。すごい、はい、まあ、始めたてでられたばっかりで、へえ、それはただ、はい、いいねは一個もつけてくれますよ。そうなんですか。へえ。にしても、はい、でもそこでね繋がるってありがたいですよね。ね、でも小石田さんのその石田純一さん公認ですよね。公認です。え、何きっかけだったんですか。始めたきっかけですか。始めたきっかけと公認のきっかけ。ああ公認は、うん、あ、じゃあ始めたきっかけしましょうね。ああ、しましょうね。はい、ああ、始められたきっかけ、まあ、はい、せっかくですから、はい、石田純一さんの真似をした始めなんですけど、はい、僕最初お笑いの養成所に入ったんです、うん、はい、うん、まあ、僕やっぱダウンタウンに見たくなりたいなと思って、あ、そうだったんですか、はい、お笑いを始めるわけなんですよ、うん、はい、で渡辺コメディースクールっていう、うん、鍋プロの養成所に通って、はい、ネタ見せの授業があるんですね、うん、ネタを見せてダメ出しをもらうっていう、はい、でその時ブーマーっていうコンビの伊勢さんっていう方に見てもらってたんですけど、はい、ボキャブラとか出られてた、で他の人には設定をこうした方がいいとかネタ見てね、はい、僕一人コントみたいなことやってたんですよ、うん、もう振りをこうした方がいいとか、うん、そういうダメ出しが来るかなと思ったら、うん、伊勢さんが僕にお前石田純一に似てるなって言ってた、そこだダメ出しで、なんだこれ、うん、お前ダウンタウンになりたいのになんで石田純一に似てるなで、まあ軽く受け流して、はい、まあ、次の週も普通に一人コントとかやって、はい、そしたらまた伊勢さんが、うん、石田純一に似てるなってまたやってきてまた受け流して、はい、そって次の週もまた一人コントやって、はい、石田純一に似てるなって言って、あ、これそろそろ石田純一さんのネタやらないと怒られるなと思って始めたらこうなりました。すごい、きっかけはそうなんですね。そして石田純一さんでのネタ、はい、その次の週にダメ出しネタやったらダメ出しはそれがいいよっていう、それがいいよって待っていたよと、うん、やりました、ね、でそんな感じで、まあ、ちょいちょいテレビとか出させてもらうようになって、行列のできる法律相談所で初めて石田純一さんとお会いすることになったんですよ、はい、で僕は早めに行って石田純一さんが来るのエレベーターの前でずっと待ってて、そこで挨拶しようとして待ってたんですけど、その前にね、やっぱ怖いからネットとかで調べるじゃないですか、あ、そうですね、ご本人さんの記事とかいろんな記事で石田純一が小石田純一に対して腹渡が煮えくり返ってるっていう記事が腹渡が煮えくり返るってすごい怒りじゃん、なかなか聞かないですよ、超怖えなと思って、はい、まあ、でも本当丁寧に挨拶しようと思って、はい、うん、バッて、はい、エレベーター開いて石田純一さん来て、はい、あ、はじめまして、僕が小石田純一ですって言ったら、はい、君が小石田純一くんね、はい、あ、頑張ってんですよ、パッて言っちゃったんです、うん、あれこれどっち怒ってんの怒ってないの、確かにちょっとどっちか分かんないですね、なんでしょ、はい、そしたら戻ってきて紙袋を渡されて、はい、これあげるよって言われて、うん、もらって中開けたら、うん、水色のセーターが入ってて、はい、たまには違う色着た方がいいよ、かっこいい、トレンディー、これはトレンディー、これキュンキュンするでしょ、いやすごい、すごい、トレンディー、トレンディー、石田純さんやっぱね、うん、トレンディープレイボーイでしょ、いや、そうですね、あの本当に心つかまれる感じしましたもん、好きになっちゃう、へぇ、あ、ちょうど今ね、ツイッターコメント来ました、ね、ありがとうございます、はい、マルピさん、マルピさん、はい、小石田さんご無沙汰してますって言っても全く覚えてないでしょうけど、マリ社長どうぞよろしくいじってくださいませ、うん、マリッペのカレーは愛がこもってます、ただいま写真集作成中、何の写真作ってもらえる、すごい本当だ、マリ社長の写真集を、はい、マルピさんってご存知ないかな、マルピさんどんな方ですかね、うん、どんな、もうまんまね、はい、見えますこういう方なんですよ、ね、あ、でも僕このアイコン、実際アイコンの顔に見覚えめっちゃあります、うん、マルピさん覚えてるっぽいですよ、覚えてるっぽいですね、どうやら、はい、
はじめまして、藤原です。写真集作成中なんですね。そう、すごいですね。めちゃくちゃキリッとしたマリー社長が。そう、ちょっとこれ今画面見せられないぐらい小さいですけど、はい、この間うちのお店にマリピさんいらして、はい、カレー屋さんに。そう、カレーを食べて、はい、まあ、ちょっと写真撮ってって言ったんですよ、私ちょっと必要な写真があったんで、はい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 、でもすごい量の写真を撮そんなにバシバシバシ連写、はい、連写毎回連写をしてくださる方 で、うん、はいはい、でそれの写真を多分何か作ってるんじゃないかなって、はい、すごいです ね、この写真めっちゃいい感じで写ってるじゃないですか。あ、そうですか、はい、まあ、そのうちね、そのうちにどこで発表するつもりなの、写真集出るかもしれないと、ね、みんな買ってね、はい、ラジオもやるし写真集も出すし、画像はツイッターに載ってるんでぜひ見てください、ね、これ後ろにも、あ、これ後ろ見えてるのかな、これね、同じか、はい、これです、これです、あのツイッターね、そうですね、質問とかあったらね、はい、そうそう、質問とか、質問あったらコメントはこちらの、はい、アットマークアズパン FM に、はい、あのリツイートする形で送っていただけると、リツイートする方、リツイート、引用リツイート、あ、違う、リツイートじゃないわ、コメント、リプライ、リプライ、リプライ、ああリプライ、はいはいはい、返信っていう形で、はい、返信の方で、はい、ね、質問でやっていただけるとコメントいただきます、はい、お願いします、お願いします。そしてですね、ちょっとごめんなさいね、あの会話の途中でいきなり番組の大丈夫ですか、ね、あ、いえいえ、一通り喋れましたもう終わったみたいな言い方しましたけど石田純一さんのステキさんもね、素敵な話でしたね、はい、毎回この番組の説明するんですけどもね、はい、これ見えますか、はい、ちょっと見えにくか、はい、こちらの番組ですね、うん、あのインターネット型テレビラジオって言って、はいはい、声だけのでは聞けないんですよね、もう映像込みのこれでしか聞けない、そうそうそう、これでしか聞こえない、そうなんです、そうなんです、ホームページから、そう、ホームページから、そう、このホームページから見ていただくか、はい、2週間後に、YouTube の方で、はいはいはい、YouTube でアップされるんですね、それをご覧になる形で、はいはい、でこれ、番組応援の会っていうのがありまして、はい、何でしょう、応援の、例えばあのマリー社長の彼なる彼ナイトの番組を応援していただける方を募集しておるんです、ね、はい、なるほどなるほど、ぜひ応援してほしいですね、はい、で特典としましては、はいはい、生放送見学、いいじゃないですか、はい、応援する番組 MC とのイベント、お、生放送中テレビ電話、あ、テレビ電話、へー、ないでっていう、できてしまうのでね、じゃあこれ応援したらそのマリ社長とイベントとかも今書いてあるとできるっつって、まだやったことはないですか、やったことない、あ、ただ観覧しに来た方はいます、でここに、どこに、ここここがね結構な狭さなんですよ ね、はい、すね、だいぶ近い距離ではね、そこに椅子置いて、はい、見てもらう、見ていただいて、これは臨場感ありますね、いや、そうですよね、本当に観覧、生観覧、なんかそっちに向けて喋っちゃいそうですけどね、そうそうだからね、はい、これここのね、はい、メールアドレスなんですけども、はいはい、こちらに番組応援したいですっていうのをいただければこちらの局から連絡がいきますので、はいはいはい、よろしくお願いします、ぜひぜひお願いします、よろしくお願いします、そう、そんな感じで、じゃあちょっとカレーのお話をね、はい、なんかしていただきたいんですけど、はいはい、お二人ともまだお店、うちの店来てないじゃないですか、はい、行ったことないです、そうですね、はい、うちもともと築地にお店あったんですけど、はい、立ち退きにあっちゃって、ああ開発とかですか、なんかビルごとなんかリニューアルするから大家さんも変わっちゃったんで、はい、みんな出てけみたいになって、はいはい、あ、じゃあどうしよう、さまようなってなって、確かに確かにそうですね、で築地からの、はい、この今神田の方に、はいはい、はい、行って、この間の、はい、11月にオープンしたんですね、最近ですね、神田は、はい、でちょうどその新築のビルができて、あ、そうです、もう一からお店を作る、あ、いいですね、そう、はい、だからなんかあんま居抜きってあるじゃないですか、はい、よく居抜きますけど、はい、あんまり私そういうの好きじゃなくて、あ、はいはい、うん、例えばラーメン屋さんの居抜きとか、はい、あ、そうですね、厨房みたいなのあるけど、そうそう、なんかもう出来上がっちゃってると、はい、改造しにくいし、はい、まあ、そうですね、大変ですよね、自分の好きなようにってやりにくいから、はい、やっぱりスケルトンの状態がいいなと思って、スケルトン、何がスケルトンなんですか、スケルトンって何にもない状態です、もう、あ、全部全部居抜きが、はい、そうそう、居抜きっていうのはその形が残って、居抜きじゃなくて、はい、全部自分って、そう、はいはい、一からもう壁しかないぐらいの、そうそうそう、はい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 、どっからどこまでキッチンにするとか、はい、客席こだわりとかも全部自分で、そうそうそう、トイレをどういう風にするとか、めっちゃすごい、本当自分で作った理想のお店みたいな、そうそうそう、っていうのができて、はい、それ思いのほか可愛いお店ができたんですよ、じゃあ満足いく、そうそうそう、で来るお客さんみんななんか可愛らしいお店だねって言って、可愛らしい感じなんですか、はい、そうなんですよ、どここだわりとかあるんですか、一番のこだわりみたいな、こだわりは、はい、
あの私今観葉植物すっごいハマってて、はい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 、いいですよね観葉植物、ね、私の地元のスーパーで観葉植物が売ってるんですよ、はいはい、スーパーでスーパーでね、はいはい、あんま珍しいですけど、はい、で売ってるんだけどもともと600円とか売ってんのが、はいはい、日にちが経つとどんどんへたれてきちゃうじゃないですか、おー、はい、まあ、190円とかになるんですよ結構へたれてますね、そうそうそう、だいぶへたれてそうな値段なんですね、はいはい、それをまあ買って安くなってるんですよ、はいはいはい、でちゃんと肥料をあげたりとかして、はいはい、お店に全部並べてて、もう今20個以上になってるんですよ、結構可愛らしいサイズの、そう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 、このぐらいのどん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 って、へたれるって言ってもそのお世話をすればちゃんとこう、そうそうちゃんとね復活したんですか、復活してメキメキ育ってみる、メキメキすごいやっぱ栄養与えて、そうなの、だまあそういうちょっとなんていうのかな、マイナスイオンじゃないけど、はい、ね、お客様もやっぱり来て居心地のいいお店を作ろうと思って、はい、うん、そうですね、なんか癒しというか、そう、そうはい、そういうのを見ながらカレーを食べる、まあそれを目標にまあいろいろ今もちょっとずつお店をこう中をね、はい、まあ、どうしていこうかな、どうしていこうかなって、ここをちょっと変えていこうかなみたいな、今も成長中といいますか、ずっと試行錯誤をされてる途中なんですね、うん、そうなんです、うん、あちょっと緑が多いお店です、あ、癒されるいいですね、おしゃれな感じがします、そう、まあ、見てみたいですね、まあ、ぜひいらしてください、ね、うん、あもちろんぜひ190円の観葉植物には見えないから、ね、そうそう、本当に見えちゃうんですけど、本当に見えないから、立派に成長されて、そうなんですよ、カレーね、でカレーって多分うちの店来たことないから、はい、あれだと思うんですけど、カレーのイメージって何カレーを想像します、はい、じゃあカレーを食べに行くって言ったら、はい、じゃあカレー屋さんってあんまり行かないかもしれないんですけど、はい、じゃあカレー屋さんにカレーを食べに行くって言ったら、はい、まず何カレーって思います、何カレー、うん、何カレー、何カレーを食べに行きたいって思いますか、あ何カレーですか、うん、例えばですよ、はい、インドカレーとか、はいはいはい、薬膳カレーとかスープカレーとか、はいはい、あとはなんかこう日本人好みの欧風カレーとか、ああジャンルはいろいろあるんですけど、はい、どんな感じのカレーはお二人は好きなんですか、あ僕近くの店にインドカレー屋さんがありまして、結構練馬の有名なお店みたいなんですけど、はい、そこなんかカレーを食べようってなった時は大体そこに行くんで、インドカレー外で食べるときは多いですね。なんですか、なんで食べます、バターチキンとカレー屋さん、あ、そう、美味しいですね、そう、チキンカレーになりますかね、だから僕の中ではカレーといえば、カレーといえばチキンカレー、はい、小石さんはココイチですね、あー、でもココイチってね結構多いんです、やっぱりココイチカレーといったらココイチ、ココイチがカレーっていう、そう、ココイチは行かれます、割と、まあ、ちょいちょい行きますね、ちょいちょい行きます、はい、まず何食べます、まず何食べます、うん、何カレーにします、僕シーフードカレーを食べるんですよね、あんま食べれないじゃないですかシーフードカレー、うん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 、そうですね、はい、自分で作ったりはしない、シーフードカレー、ココイチで、うんうんうん、あんまトッピングしないです、あ、そうなんだ、割とシンプルに、はい、なんかココイチって調子に乗ると結構な値段になります意外とトッピングが意外と、そう、あれ意外と安いと思って行ったら刻んでいるなんか、うん、あれこんな出ちゃったっていう、そうなんですよ、はい、びっくりしますよね、うまいことできてますよね、うまいことできてますね、辛さに応じてまた値段上がりますね、あ、そうなんですよね、不思議なことに、不思議なことにそこ、まあ、理由は分かってるんですよ確実にうちは辛さ調節無料なんで、あ、そうなんです、さすが、甘くもできるし、はい、もう死ぬほど辛くもできますね、死ぬほど辛あ、そういうのも対応してるんです、辛好きな人にも対応できる、うん、対応できる、どういうカレーなんですか、うち欧風カレーなんですよ、はいはい、欧風カレーってイメージわかりますか、例えばビーフカレーとか、はい、本当日本人が好きな、はい、ポークカレーとか、はい、チキンカレーとか、はい、そういう系のカレーですね、あ、結構キーマカレーとか、あ、いいです、キーマカレーもいいですね、そう、ただ今うちの一番の一押しが牛すじカレーなんですよ、牛すじカレー、もうやばいですよ、もう国産の牛すじを使って、はい、わ、もう試行錯誤で、ちょっともうカレー出してもらいたいテンションになってきますね、こんだけ喋るとね、ぜひ見たいな、うん、見せたいね、ね、それもちょっと食べに来ていただいて、お店行けば、そう、食べられる、お店は普通に営業時間とかは、営業時間は、平日11時から、はい、今はちょっとコロナなんで、ラストオーダー6時半の7時までにしてるんですけども、はい、そうなんですね、通常ですと、例えば宴会っていうか、まあ小さいパーティーとかね、はいはい、入った場合も9時過ぎ10時ぐらいまではやってますんで、うん、はい、
ぜひぜひそちらの方に行こう。来てください。神田淡路町ですから。神田淡路町で、うん。ぜひぜひ。そう、カレー激戦区なんですよ、神田って。そうですよね。カレーの街みたいな意味ですよ、神田は。自称だから、まあ、そこによくオープンしたね、みたいな。しかもこのコロナ渦だから。確かに大変ですよね。そうなんですよ。やっぱり、今、どこのお店も、ランチって結構暇なんですよ。あ、はい、暇でサラリーマンさんが出てこないのね。リモートとか出社もしてなくて出てこなくて、もう本当に緊急事態宣言中とかは、はい、やばかったんです。このまま大丈夫か、はい、みんなみたいな、売り上げどうなんのみたいな、なってたんですけど、最近徐々に人が出だしたら、はい、やっぱもううちの店で もう満席とかなってくるんで、食べたいですよね、そこでね、食べましてほしいね。そうだからね、もうぜひぜひ皆さんいらしてください。はい、はい、っていう感じです。お店の名前ちなみに何ですか？レストランマリです。レストランマリ。かっこいい。自分の名前。謎のユニゾンが発生しましたけども。そうなんです。レストランマリか。かっこいい。すごい。でここのうちのレストランマリの前は。はい、あのタイティっていう名前、タイティって、はい、タヒチ島あるじゃないですか、はいはいはい、タヒチ島、はい、タヒチ島をそのまま名前につけて、はい、ただそれうちの母がもともと社長をやってたの、はい、で、そういうそうで2人でお店やってたんですけど、はい、母があのタヒチが好きだからっつって、はいはい、もう店の前タヒチにするわっつって、はいはい、でフランス語読みで H を発音しないからタイティっつって、はい、つけたんですけど、はいはい、まあ、今回あの代替わりして、はいはいはい、私が今度社長になることになって、はい、したらじゃあ私の名前をお店につけようってなって、はい、でレストランマリーになりましたね。カレー屋さんでね、うん、タヒチって言われてもね。いやそう、タヒチとカレーなんか関係はないんですよ。あ、ないんですよ。あるんですよの、まあ、そう、あるんですよの、それがあるんですよの言い方だよ、今の。ないのよ。お母様響きが好きだから。それで本当聞かれるの、お客さんに、タヒチとカレーってなんか関係あるんですか、タヒチカレーですかとか言われて、いや、あの関係ないですっつって、はい、あのタヒチが好きだからつけましたっつって、はい、ただ好きだからつけたっていう、この自由が書かれるんだね。すごいでしょ、すごい豪快な感じが。タイティって読むから、はい、H を発音しないと、はい、タイカレーと間違えられて、あ、そう、タイカレー、ね、そう、タイ料理のお店ですかとか言って、いや、欧風カレーの店ですみたいな、うん、あ、コメントおきましたね。陽子さん、陽子さん、陽子さん、ありがとうございます。小石田さん大好きです、ハート、あら、ブラボー、ありがとうございます。素晴らしい、嬉しい、愛の告白されてますよ、素晴らしいですね。ハートマークもついて、はい、君の瞳に乾杯、トレンディー、あー、すごい、すいません、トレンディー奪っちゃいました、トレンディー、俺がトレンディー、なんか今日コメントすごいな。翔さん、はい、ありがとうございます、はい、マリさん、写真集出すんですか、どの層に向けてなんですか、最近はどこに向かっているんですか。めちゃくちゃ聞いてきますね。一番突っ込めてる、ちゃんと突っ込めてる。最後カッコ笑いって書いてある。先日はお店にて僕のオーダーを聞いていただいてありがとうございました、はいはいはい、ゲストのお二人、お二方もぜひマリさんのお店に行ってカレーを食べてくださいね。おー、この方ね、はい、友達のお誕生日をお祝いするっていうんで、はい、うちの店予約してくださって、はい、でコースもお任せって言って、でただそのお友達のお祝いするのにケーキ作ってくれって言われたんですよ、はい、で私ケーキも作るんですね。これすごい、何でもいけるんですね。作るんですよ、はい、で似顔絵作ってくれって言われて、さすがにそれはね、で思うじゃないですか、はい、ただこれその前にさっきのマルピさんっていう方が、はい、歌手の方の似顔絵のケーキ作ってくれって言われて、はい、元絵をもらって私それを、はい、元に作ったんですよ、はい、似顔絵ケーキを、はいはい、たらこの今度翔さんがあの似顔絵お願いするって言って、はい、お友達 その元絵がないんですよ、はい、写真しかないの、はい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 、写真を見てどうしようと思って、でもそのもうなんか私10回ぐらいその写真を元にその似顔絵を作り上げて、はいはい、でチョコレートで描いてケーキの上にポンって乗せて、はい、似顔絵ケーキを作ったんですね、はい、そしたら思いのほかちょっと悪人っぽくなっちゃって、爽やか、爽やかなイメージのはずがちょっと悪人っぽくなっちゃって、はいはい、チョコレートで、あ、でも作ったからもういっかと思って、はい、でもまあ喜んでいただいたんで、そうなんです、ね、ちょっと似顔絵ケーキとかもね私やってるんですよ、そこまで概要を知らないことできるわ、カレーも作るし似顔絵も作るしみたいな、すごい大変、すごいですね、本当トレンディーでしょ、結構なオーダーに応えてくるんですね、そうなん、何でもやっちゃうんですよ、はい、T 佐藤さんですね、ああ。
マリ社長お疲れ様です、はい、ゲストのお深呼吸藤原さんは大宮 J でよくお会いしてますが、はい、小石田さんはお久しぶりです。お久しぶりですね。早くキサラも復活するといいですね。トレンディー、ね、トレンディー、キサラがねやっぱなかなか復活しないですからね。うそうですね。東京でもまん延防止なんだんでね、なんかそうですね、出てますからね、大変そうですね。まだキサラ今やってないですっけ。そうですね、もうずっとやってないですね。非常緊急事態宣言が解除されてもまだやってないです。いつあれやる、オープンするんですかね、また再び。そうですね、だって結構な人数入るじゃないですか、はい、キサラって。入れます、たくさん、100人ぐらいとか。うん、ね、そう、私もキサラ好きなんですよね。そうですよね。夜の部ご飯食べれるじゃないですか。夜の昼の部ないですね、キサラ。一部二部みたいな感じだと思うんですけど。一部ね、はい、一部はご飯ありました。一部がビュッフェの食べ放題の方です。二部は飲み放題だけで、うん、オーダーは食べ物食べますけど。あ、そうだ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 ったわ。はい、結構5年ぐらい前に行ったんですよ。結構前。好きじゃないよそれ。いや、すごいですね。再開してほしいとかよく言えたな。やってたよ、5年間ずっと。はい。はい。5年前は結構行ってたんだ。行ってた行ってた。佐藤さんありがとうございます。本当に大宮もジェイもねやってますけど。あ、はい、どんどんコメント届いて。嬉しいですね。嬉しいですね、本当に。いっぱい読んで。はい。小田地さん。小田地さん。小田地さん。ありがとうございます。初見監視。初観覧車の小田地です、はい、ゲストのお二人が好きな女性芸人を教えて。ゲストのゲストな、あ、芸能人、ゲストのお二人が僕が好きな女性芸能人誰ですか。女性芸能人、芸能人ですか。芸能人、やっぱでも僕は、はい、東尾理子さんですね。それ石田純一さんの好きな好きなというか、あ、僕が好きでもいいじゃない。いいですけど、もちろんいいんですけど。よきよき。よきよき。藤原さんどうですか。僕最近そのあれいろんな番組見てて、あの、はい、よく自分に似てるというか、うん、あのどういう顔をしてる、うん、で自分の顔を見てどういう人が似てるかなって調べたりしてるんですけど、はい、あの女性のタレントの方で一人、うんうん、この人をちょっと上手くしたらできるんじゃないかみたいな人。え、何何が。それあの誰、タレントの井上咲楽さんって方がいて、その井上咲楽さんが、はい、あの僕よりも太い眉毛で、うん、眉毛でしたね、はい、であのマラソンとかで虫を食べたりとか、もうとにかく体を張るあのタレントさんがいるんです、ね、その人が今その、うん、頑張りがけなげ、もう上から喋ってますけど、はい、あの活動がすごすぎて、はい、アグレッシブすぎて、はい、でその人がすごい僕今大好きでよく見てますね。へー。で絶対モノマネしてやる、一回させていただいて、あのツイッターからコメントもいただいて。あ、いいですね、はい、藤原くん真似するとツイッター来るんだね。すごいですね。結構来てご本人から、はい、一度ご本人から真似していただいてありがとうございます、すごい、ありがとうございますみたいな、これからも続けさせてくださいみたいな話をさせていただいて、はい、であのいざ、じゃあこれからも続けて研究して頑張っていこう、ね、ちょっとワンピースとかね、よく着られてるんで衣装も用意していろいろやろうと思ったら、そのご本人が眉毛をきれいに整えて、とても美人になる、うん、お前にはやらせねえぞ。なんか案にちょっと拒否されちゃったのかなみたいな。残念。でもすごく今仮想で頑張ってる方で、ね、はい、眉毛今綺麗になって、もういろんな雑誌の、はい、グラビアですとか、はい、すごい美人に、より美人になられたんで、はい、今は好きな人。ああそうですか。というわけでね、はい、またコメント、コメント、はい、陽子さんですね。あ、陽子さんありがとうございます。先ほどすごいですね、小石田さん推しですね、この方。ありがとう。完全に小石田さんは何カレー。リコが作ったカレートレンディ。ピーンって音がした。なんか今ピーンとキラーンさんみたいな音がなんか奥でピーンって。ありがとうございます。さすが。これは何でも美味しいですけどね。いや、そう、そうですね。美味しいですね、はい、やっぱり、うん、はい、陽子さんまた来てます。陽子さん、すごい、陽子さん、ありがとうございます。陽子さんゲストで呼んでインタビューは陽子さんに今ここにいてほしいですね。オムライスも最高に美味しいんですよ。お二人ともお試しください。お店ですか。お店、あ、そういうことですね、これ。っていうことですよね、はい、いや違うですか。え、なんかあれなんだみたいな感じになってます。こう、うちのお客さんですかね、陽子さん。ああ、じゃないですか。ですかね。エモライスあるんですか。エモライスあるんですよ。いや、そうでしょ。うん、それはまあそうでしょ。それ分かってないんだな。ようこさんありがとうございます。ようこさんご存知ない。分かん
あでも顔を見たらわかるかもしれない。そうですね、あの今度ヨコですって言ってきてください。あ、ぜひぜひ。カレー以外もじゃあどういうメニューあるんですか。そう、あだからめっちゃ気になってもう会話が止まってしまうぐらい気にして、ねねねね、特定するのやめてもらって。そうじゃあアイコン見ても分かんなかったからね、分かる人もいますからね、うんうん、カレー以外にも、うん、オムライス。そうなんです、ちょっと洋食もうち取り入れてて。レストランですか。そうなんです、まあ、でパスタもやってるんですよ。パスタもいいじゃないですか。そうで、あとはハヤシライスもやってて、ちょっとこれ一つ聞いてほしいと思うんですけど、ハヤシライス結構好きじゃないですか日本人。はい、どうしたら美味しいでしょ。はい、築地のお店の時に、はい、ハヤシライスを限定で出してたんですよ、月替わり限定で、はいはい、バカみたいに出てて。そう、言い方言い方おかしいんですよ。ありがたいことでしょ、すごく大量に。でも毎日仕込まないと、もうすごい追いつかないぐらい、追いつかないぐらい出てたから、はい、あ、これはもうやっぱ日本人好みっていうのはハヤシライスってこういう甘辛いやつが好きだなと思って、はいはいはい、あ、じゃあ神田に移っても、簡単に言ってたら限定じゃなくて、はい、レギュラーメニューに入れようと思って、はい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 、ハヤシライスをね、そうですね、普通にメニューに入れたんですよ、はい、でもう絶対これもうダントツでまた出るんだろうなと思ったら、うん、そうでしょ、シーンみたいな。シーン、ムフムフ、なぎないじゃん、誰もハヤシと言わない。そう、ハヤシライスのオーダーはみたいな、はい、でそれで、はい、でもやっぱり毎日火を入れないといけないから、うん、そうですよね、で入れてくじゃないですか。でもそれもいい肉使ってるんですよ、うち本当に国産牛を使って、はい、と毎日火を入れていくと肉がどんどん溶けていくんですよね、はいはいはい、ソース自体はめちゃくちゃ美味しくなるんだけど、はい、肉自体がどんどん細かくなってて、はいはい、形がなくなってて、食感とかなくなって、でもやっぱりそ出ないんですほとんど、はい、でこれはまずいと思って、はい、メニューから消しました。消したんかい。じゃあ今ないですね。今ないです。なんでだろう。わかんない。なんか気なんですかね。おいしさ変わんないですかね。変わんない。やっぱ期間限定とか言わないですかね。っていう感じだったんですかね。だって築地の時はこれも絶対レギュラーにしたらいいよって言われ続けてたのに、神田に移った途端に目もくれないみたいな。何なんですか。築地ぐるみで嘘をついていたみたいな。そんなことない。作らすために。すごい切ない。神田でのこのこ作ってやがるよと思って。いやでも聞いてめちゃくちゃ美味しそうな。そう、美味しいんですよ。でも地域性かなって思いましたね。やっぱちょっとね。でもそうか、カレーの街っていう。そう、神田はね、若干年齢層若いかなと思います。あー、なるほどね。築地って中央区は、あ、確かに若いかも、うんうん、中央区はちょっとやっぱ年齢層が高め。そうですね、結構大人なイメージありますもんね。方が多かったから、そういう昔ながら系のハヤシライスとかそういうの好む方が多かったんだけど、神田来たらもうカレーでしょみたいな。あー、多分カレー食いたいですね。カレーだよね、カレー、洋食はその二の次だからみたいな。そうですね。でもこの陽子さんはオムライス推しでやってる。陽子さん、陽子さんまた来てね。オムライスは結構出るんですか。オムライス出るんですよ、これまた。あ、へー、不思議でしょ。ハヤシだけ、ハヤシ、ハヤシに何がと思って。オムライスは、まあ、オムライスは若い人も、まあ、見た目にもね、そう、可愛らしいかもしれないですね、オムライス。ということで、そう、ここであれです、突然ですけど、藤原さんはネタを今日お持ちじゃないですか。確かに、全然知らないですもんね。そう、ね、そうなの、はい、だから私もちょっと見たいんで、ぜひ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 藤原さんにお願いしようかなと思って。はい、大丈夫ですか。どんな感じで、はい、普段ですね、加藤亮さん、まあ、顔真似もそうなんですけども、うん、加藤亮さんがダンスがものすごい得意なんですけど、もういろんなバラエティ番組でいろんなダンスを踊ってるんで、はい、それのちょっと動きのネタというのをちょっとやらせていただきたいんですけど、これ多分このスペース的に立っちゃうと、うん、やっぱこの、あ、ちょっといける、あ、いけそうかな、あ、いけそう、はい、立ってじゃあちょっと椅子を前にやっちゃってもらっても、ね、はい、あ、でもこの感じでやってみたいと思いますので、まずはですね、はい、この加藤亮さんがブレイクを果たすきっかけになった、はい、本能寺の変という、うん、エグスプロージョンさんのネタがあるんですけども、そのダンス音楽に合わせて、踊ったキレのあるダンスをちょっと披露したいと思いますので、なるべくねこのスペース、ぶつからないように頑張りますんで、よろしくお願いします。はい、それではミュージックスタート。ね、ちょっとやりましょう。本能寺の変、本能寺の変、本能寺の変、本能寺の変。どうもありがとうございます。はい。可愛い。めっちゃ可愛いですね。これもね、はい、
ね、はい、動きっていうか顔芸ですね。顔がすごかったです ね、 あのね、誤解を恐れずになら顔だけ顔芸ですね。はい、この動き、動きがすごい可愛い。あ、嬉しい、ありがとうございます。加藤亮さんこの3倍のキレをお持ちで、めっちゃもっとすごい可愛い上にかっこいいっていうのがあるんですけどもね。でその加藤亮さんがですね、はい、キャリーパムパムさんがすごい大好きで、うん、はい、でそのキャリーさんの曲ほとんど踊れるそうなんですね、うん、でなので僕あの今日つけまつけるというキャリーさんの曲を、はいはい、これを踊らせていただこうと、ね、ただあの、まあ、偽物が普通に踊っても、はい、多分あんまり面白くもないと思うんで、うん、あのチャレンジコーナーにさせていただきます。急にチャレンジコーナー、はいはい、急にやりますが、あの倍速で踊らせていただきますんで。倍速です、大変じゃない、はい、だいぶ早いんであのすぐ終わりますんでね、倍速ぜひ楽しんで、これ僕の最後のネタですね、ぜひ楽しんでいってください、はい、よろしくお願いします。それではいきます、キャリーパミパミのつけまつける踊る加藤亮くん倍速でお届けします。ミュージックスタート。できたー。ありがとうございます。すごい、ね、すごい、すごい、髪もそうですね、ちょっと髪型ちょっと膨らんじゃいましたけど、ね、こっち側で、ね、髪型変わっちゃいましたけども、ね、自転車のサドルみたいな。ここ誰か乗っちゃうんですかね。ね、いつもこんな感じのネタをねやらせていただいて、近くですごかったですね。ねえ、どうですか、どうですか、すごい、3倍、え、何倍、もう3倍、3倍ぐらい、はい、3倍のスピードで踊らせていただきましたんで、この踊りを覚えるのも大変だった。確かに、いやもう大変でしたね、キレキレです。通常で踊るんですけど、やっぱ倍速で踊るってなると、うん、今ちょっと若干息が切れておりますが、はい、ね、チャレンジ成功しました、ありがとうございます。面白い、そうなんだ、はい、こういうことをやってますね僕。すごいですね、髪がでも一気にボーってなって、ボーってなっちゃう、はいはいはい、こっちが膨らんじゃってますね、もう、はい、いやでもいい感じで、そんなネタをされているっていうことでね、はい、ぜひぜひ、ね、リスナーの皆さんも藤原さん覚えて帰ってください。いいじゃないですか、ねえ、はい、どんな感じですか、なんか、はい、特に発信とかなんかしてます SNS。 僕ツイッターとインスタグラムやってまして、はいはいはい、そちらの方で、いろいろやってるのと、うん、あの大宮の方であのショーパブに出させていただいておりまして、うんうんうん、先ほどあの佐藤さんですね、はい、コメントをいただいた方もね、はい、大宮 J っていう、モノマネ J っていう場所があるんですけれども、はいはい、そこであの毎週水曜日配信を行ってるんで、うんうんうん、はい、そこでも僕見れたりするんでね、はい、ぜひぜひそれを見ていただきたいなと思います。大宮か、はい、僕もちょいちょい出させてもらったり、そうなんです、あの小石さんも、ね、ゲストで出ていただきまして、はい、ね、コロナが広がる前とかはよく出させていただきました、はい、そう、この前だとあの年中無休で営業してたんですけども、はい、コロナ入ってからは、毎週水曜日の配信 でやってまして、うん、で、4月に入ってから水金土の営業になったんで、うん、はい、ぜひぜひ通常営業の方もね、お店に来れるようになりましたので、なるほど、来ていただきたいなと思います。でも今のその倍速のネタ、はい、TikTok とかでやったらすごい視聴率、確かに、あ、なるほど、 TikTok 向きですよね、うん、あ、多分、あ、 TikTok とかで、あ、いいですね、ね、あ、やってみてくださいよ、始めちゃおうかな、もう、そうそう、ね、絶対やったらいい、あ、嬉しい、はい、やることはね、やった方がいいですよ、はい、説得力ありますね、かなり説得力の写真集も出すし、ありました、出してないけど、あ、出し、まだ出してないですね、出しますよね、じゃあさ、ここでね、はいはい、こちら毎回ですけども、これサインをね、お二人にお願いしようと思います。ありがとうございます。じゃあまず小石田さんから書いてもらおうかな、はい、こう半分ずつでね、だいたいわかります、わかります、え、あ、マリさんも書いてます、全部書いてます、あ、ね、はい、じゃあこの間にですね、小田地さん、あ、小田地さんからまた、ありがとうございます、マリ社長へ、はい、今夜の配信を聞いてて聞いてて、はい、オムハヤシがメニューにあったら超ウケると思いました。なるほど、オムハヤシ、あのね、わかります、オムハヤシって、はい、オムハヤシ、オムライスにハヤシソースがかかってる、はいはいはい、まあ、要は、はい、あのオムカレーとかもあるじゃないですか、はい、絶対美味しいですけどね、これね、やった、オムハヤシじゃないんですけど、はい、メニューにないんですけど、はい、うちやった方がいて、はいはいはい、さっきのマルピさんが、はいはいはい、この間いらした時にオムライスに牛すじカレーかけてやってたんですよ、うんうん、それ食べてました、めっちゃ美味しいですね、まあ、美味しいですよね、うん、まあ、贅沢ですよね、まあまあ贅沢な食べ方ですけど、そうそうそう、まあ、1回で2回美味しいみたいな、はい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 、ちょっとね、オム
林くん、林ライスまた作んなきゃいけない。林の悪夢がありますからね。林のトラウマが、はい、はい、林ね、ね、限定とかでやろうかな、うん、そうですね、それで試して、ね、はい、そうで評判良ければ、そうですね、若者に人気のオムライスと、そ、ね、その子の中年層で人気だった林ライスの合成でね、うまいこといくかもしれないですね。で、まあ、ちょっとお二人にうちの店に来てもらって、店の前に立ってもらって、これトレンディーっつってやって。あ、すごい使い方する。トレンディー、トレンディーっつって。うん、レストランもありトレンディーっつって。キャップ言って僕はいいですけど、藤原くん全然トレンディー関係ないですよね。トレンディー、トレンディーっつって。もうこの顔しながら店の前に立ってたから、この顔。来るかな。すごい、すごいですよ。魔よけみたいな。魔よけ。魔よけです。みんな来ちゃう。どうしたみたいな。というわけでね、こちらさっきね、はい、書いていただきました、お二人に、はい、こちらのサインをですね、番組視聴者の方に1名様に視聴者プレゼントいたします。はい、プレゼント、そこに当たりまして、はい、こちらのプレゼントの宛先はこちらでございます。はい、宛先こちら、はい、アズパンアットマーク、大丈夫ですか、これ反射してない、私見えてないけど、今は大丈夫ですね、はい、アズパンアットマークアズーリインクドットコム、こちらまでに、今回7回目、第7回目のゲストさんのサインくださいって送ってください。なるほど、くださいって送ってと、くださいびっくりマークね、はい、びっくりマーク、じゃあ抽選で1名様にプレゼントします。お願いします。ですよ。まあ番組もそろそろ終盤になってきましたけどね。あらら、はい、さあ何します？どうして何します？しかもこれから始める感じに時間ある？この、うん、あと4分って何？残りの、はい、そのなんか5分弱の使い道が分かんないんですよ。はい、あ、7回を迎えても毎回ほら違うじゃないですか、はいはい、まあ、そうですね、雰囲気が、はい、あ、どうしようかなみたいな、うん、最後番宣とかしてもらおうかなって思ったけど、さっきもなんかあのね、いろいろもうなんか、うん、J 出てます、ああ、はいはい、終わっちゃったんで、ね、はい、どうしようか、そうですね、告知していいですか、ああ、そうですね、あの、はい、小石さん全然、はい、どうぞどうぞ、今度お芝居に出るんですよ、あら、素晴らしい、ウィークに、はい、なんでそれ早く言ってそこにあったの、それか、メムシアーク神楽坂で5月1日2日3日に、はい、第3のセルベッサっていうお芝居に出演しますんで、はい、よかったら僕の SNS とかで告知してますんで、はい、チェックしてみてください、お願いします、SNS は何やってます？ツイッター、ツイッター、アメブロ、フェイスブック、インスタやってますね、結構やってますね、はい、ちょっといいですか、はい、第3のセルベッサ、はい、これ何ですか、はい、第3のセルベッサって、セルベッサはドイツ語でビールですかね、あ、へえ、そうなんですね、はい、見えないな、見えないですね、なんかそのセルベッサ、いわゆる小声ですね、ささやきおかみみたいになってるからささやきおかみセルベッサ、セルベッサって言いなさいあのおかみかそう、お芝居もね、マイク近かったからね、あんま大きくなるとまだみんなびっくりしちゃうから、結構真面目なお芝居っていう感じですか、コメディですね、あ、コメディですね、笑える感じの感じ、セリフ結構あるんですか、小石田さん、それなりに、わー、トレンディ、トレンディ、まあまあまあ、あんまトレンディって入ります、トレンディは入らないですね、あ、なんだこのキャラでは出ないっていう感じですね、出ない、そうなんだ、はい、じゃあ普通の小石田さんになるわけですね、普通の小石田さんそうですね、普通の、まあ、っていう、はい、はい、ノーマルノーマル、靴下履いてるかもしれない、あー大変、うわっ大変じゃないよ、キャラ崩壊じゃないですか、キャラ崩壊じゃない、今すぐ、今すぐやめましょう、それはなんでだよ、降板しますじゃないすごいお芝居もね、そうなんです、ね、あと僕らニュースタッフプロダクションっていう事務所なんで、そうなんです、事務所、まあ、月ね、はい、第1木曜日、うん、下北沢で事務所ライブやってます、ね、はい、下北沢、はい、そうなんですよ、下北最近開発すごいですよね、あ、そうですよね、駅前とか全然違いますよね、はい、あの辺もカレーフェスティバル屋じゃないですか、カレー、すごい、ね、カレー屋いっぱいありますよ、はい、下北め何よ、町と戦うの、神田からバチバチの、神田で1位になる、神田で、なんで下北と戦う、下北に私、はい、出したいと思ったんですよ、お店を、あ、そうなんですね、そう、うん、もうひどいぐらいに家賃が高すぎて、はい、お手上げって、うん、もうお手上げですよ、じゃあいつか下北にも2号店とか、そうですね、そしたらあの小石田さん店番してもらって、はい、小石田すぐ店に立たそうとするな、
なんか奥の方からトレンディーって聞こえてるよってちょっと待って奥の外には見えないでそんな感じでね、はい、ぜひぜひ、はい、ぜひよろしくお願いします。そうですよ、そうですよ、そっかそっか、まあじゃあ下北ね、うん、月一ですよね、はい、あ、そう、月1ライブはそうです、はい、ぜひぜひ、はい、お時間ある方はね、ぜひ行っていただきたい、はい、お願いします、お願いします、はい、そんな感じでもう残りがもう何秒とかそんな感じですね、はいはい、はい、というわけで本日のゲストは、はい、小石田純一さんと、はい、おしんこきゅう藤原さん、はい、お二人さんありがとうございました。ありがとうございました。ではまたまた次回、はい、またね、ありがとうございました。バイバイ。